とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、タワー、シーズン11で出てきた装備、すべてお見せします。タワー、シーズン11は、なかなか、いいのが出てきてくれましたよ。では、紹介していきます。まずは、武器からですね。武器、一つ目、覆われた怒りです。これも良かったね。ダイナモ凶暴化、リフレッシュの、爆発2ですね。この爆発がね、3だったらマジで最高だった。3だったら良かったけどね。でもまあ、これでも全然使っていけるので、いいでしょう。素晴らしい装備が出たね。そして、リゾルトテンペストナイフ。黄金で重力。そして、エンチャントがリフレッシュ虚無クリティカルですね。火力スキルが3つつくと、とんでもない強さになります。これはね、驚いた。強さに。結構使えます。そして、ダイヤモンドのツルハシですね。これは昨日出たやつかな。黄金でダイナモ3、エンチャントがリフレッシュ重力、これ重力虚無選べます。どっちでもいい。で、一番右も、クリティカルガードストライク旋風、どれでもいいかなと思います。いろいろ選べて使いやすそうなツルハシですね。そして、ワールウィンドです。これ重力付きで、クリティカル追い打ち、リフレッシュなんだけども、重力なしの方が、両馬王のはいいらしいのよね。重力を抜いて、で、そこに火力を一つ乗せた方がいいみたいなので、まあ、ちょっとよろしくないかもしれないけども、一応これは使っていけそうかなっていうことで撮ってます。で、そして、ストームランダーですね。黄金でクリティカル3、エンチャントがリフレッシュ、重力、虚無ですね。ストームランダーも重力のハンマーの方が嬉しかった。重力がもともとついてるのでね。それだったらば、プラスもう一つ火力を乗せれたので、そっちの方が絶対強いんだけども、まあ、とりあえず、ストームランダー取っております。そして、最後、星なき夜ですね。これは素晴らしかった。もうめちゃくちゃ強いですね。黄金が、爆発3、エンチャントがダイナモ、虚無、リフレッシュですね。これ使った動画も上げたんですけども、むちゃくちゃ強い。これはメインウェポンにしてもいいぐらいの強さです。素晴らしいのが出たね。そして弓行きましょう。弓は0です。1個もいいのが出ませんでした。弓は難しいよ。弓難しい。で、防具いきます。防具が3つ出ました。まず1つ目、フルメタルアーマーですね。ポーションバリア、クールダウン、最後の叫びの、ヘルスシナジーですね。ポーションバリア、クールダウン、ヘルスシナジー。この3つが同時につくと、めちゃくちゃ使いやすい。もうね、今ね、これをメインに俺は使ってます。最後の叫びがね、若干微妙だったのよ。ここをデスバーターとか、タンブルビー。あとは、タイレンだったらば嬉しかったけども、まあまあでもこの、ね、3つ。ポーションバリア、クールダウン、ヘルスシナジー。これがついたっていうことで、めちゃくちゃ使いやすいです。そして、ウィザーのアーマー。これが、今朝出ました。最終日の朝、ポロッと出てきてくれました。黄金で、クールダウン3。で、エンチャントが、ポーションバリア、雪玉、デスバーターですね。これ、使った装備、あ、使った動画をね、作りましたけども、明日投稿します。使いやすかった。使いやすかったよ。まあ、できればね、俺、雪玉のところが、タンブル B か、ヘルスシナジーが欲しかったんだけども、まあまあ、これでも全然ね、耐久力あってよかったですよ。このフルメタルとあまり変わらないぐらい使いやすかったです。はい。で、もう一個ですね。防具が出てます。スパイダーアーマーですね。エンチャントが無防、ポーションバリア、クールダウンです。惜しいところが黄金だね。霊気1。これはあんまり意味がないので、ここ黄金のところにヘルスシナジーがついてくれれば最高だった。まあまあ。防護でも良かったかな。もともと、軽減がついてないので、防護つければだいぶいいのでね。はい。とりあえず、今回シーズン11で出た防具、
3つです。スパイダー、ウィザー、フルメタル。んで、武器が6個ですね。覆われた怒り、リゾルトテンペストナイフ、ダイヤモンドのツルハシ、ワールウィンド、ストームランダー。で、星なき夜です。はーい。でね、俺ね、1個ね、気づいた。1個気づいた。いい装備って、後半に出る。しかもね、ラスト3日ぐらいが、やたら出るんだよね。やたら惜しいのが出やすいし、いいのも出る。なので、最終日から前3日ぐらいが、狙い目です。おそらく。俺はね、そこがね、やたら出ると思う。シーズン9でも10でも、そこでね、結構出したので、今回もね、うん、ウィザーとか武器とかここで出たので、やっぱり、ラスト3日ぐらいを狙ってやってみてください。なんか出る気がする。最後の方が。はい。ということで、タワーシーズン11終わりました。もう更新来たもんね。もう更新は来てると思います。あ、来てるね。残り13日と20時間ってなってますね。はい。ということで、シーズン12も頑張っていきたいと思います。はい。で、生放送もね、今日やっていきますので、よろしくお願いします。まあ、一発でクリアできればいいですね。はい。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。